チェンマイ動物園のジャイアントパンダパンダポルノとは一般的に交尾するパンダを撮影した映像を指す言葉で飼育しているパンダに性的な興奮をもたらすことを目的としている動物園での飼育下ではパンダは外して交尾に積極的ではないことが判明しておりこの人工繁殖の難しさが種の絶滅の危険を大きくしているこの手法が知られるようになったきっかけは タイの動物学者による実験報告である。それは、チェンマイ動物園で飼育されている捕獲されたジャイアントパンダに他のジャイアントパンダを撮った大量のポルノビデオを上映するというものだった。これをプロジェクトとして支持する研究者は、動物のポルノビデオを利用して交尾を成功させることができると確信していると語っているが、これまでにそういった成功は、 中国国外では達成されていない。チェンマイ動物園ではそもそもそういったビデオを見せられることを嫌がるという報告もある。同様の試みは人間のポルノビデオでも行われたが、音にはいくらか反応を示したものの映像そのものには関心がない様子で成果は上がっていない。バイアグラの使用などパンダを刺激する手段は他にも取られているが、今までのところ成功していない。 ありがとうございます。